これでね、なんだっけ、名前が出てこない。デスクロが、トミツの方ね、新設定動画撮りましたんで、今回ね、テスコロの方も撮っていきたいかなと思います。というわけで、今回ポスターは先月と違って1枚にまとまった感じかな。まあ、先月も実質1枚か。じゃあ、これか、ポスター今回。今回のポスターこちらになります。テスコロは2種類ですね。鉄道コレクション JR213 系0番で2両セット出るみたいです。そして、JR 四国ですね。1200型機動車、今回もね、2両編成で出るみたいです。そして、それに合わせて、なんか、会社の代表がなんか、吸ったもんだった、朝海岸鉄道か。代表だっけ？なんかわかんねえけど、あったんだよね。なんか、青色の、なんかモードインターチェンジのやつ出たんですけど、今回の赤色のやつも出ますよと。うんって感じですね。で、なんか今回、ジオコレ R シリーズ始動。なんだこれ？建物コレクション 0731R、駅前セット 1R と、0341R 銭湯があれか。まあ、かつてに発売された人気のカラーリングが再び製品か。お前それさ、再生産と銘打って値上げしただけだったらブチ切れるよ、俺今すぐに。今すぐにブチ切れるよ。建物コレクション。ちょっと待ってくださいね。建物コレクション 0731。ちょっと待って、建物コレクション 0731。さあ、出てこい。これ今回280円。うん。確かに昔073で建物コレクション出てましたね。073の1。で、今回 R がついた感じか。当時のお値段がごめんなさい。ちょっとわからん。うん。多分これ、単純に値上げただけだと思う。事実上。そうですね。古すぎてデータが出ねえんだよな、これ。駅前か。ページの駅検索。そうだな、出てこねえな。駅前セット。駅前セットの A の3とかまでは出てきたんだけど、セット1が出てこねえな、これ。相当古い製品か？あった！これだ！073駅前セット。2011年の1月発売で、当時の値段、税抜き1600円だって。こちら。これだ、多分。これっすね。073駅前セット。駅舎ホーム、交番、プラス、宿舎。発売日2011月予定で、1600円。寸法が書いてないけど、まあ、多分そんな感じじゃない？多分見た感じ、ほら、一緒の画像だし。073駅前セット。駅舎と、ホームと、まあ、交番と宿舎みたいな。一緒だね、これ。たった13年で、2倍か、約。まあ、約2倍ってか、ほんとぴったり2倍ぐらいか。で、銭湯は034。銭湯の方はキーワード少ねえから出そうだな、簡単に。銭湯は、これも1番か。銭湯1こちらっす。ああ、違うわ。あれ、銭湯の1ねえぞ。3と、そうっすね、銭湯3と、2ならあるな。1がなぜか消されてる。034。あー、わかった。これ、銭湯 1R ってなってるけど、これ多分ね、2の間違いかもしんない。
たまたま引っかかった旧製品の画像が銭湯2に似てた。多分これかな、銭湯2って。なんか色は似てるんですよね、こちら。番号もちなみにね、034になってるんですよ。こちらですね、2015年1発売の、建物コレクション、034の2。まず、あ、今回034の1あるになってるんですけど。で、これ、まあ本体としてはもうこんな感じ。銭湯。なんか似てね。まあちょっと若干赤茶っぽいんだけどね、こっちの。まあ俺のスマホのデザインのあれもあると思うんですけど。なんか似てるんだよな、趣が。まあ本体、あと煙突、石道路など。似てね、これ。ちなみにこれ、銭湯とかに関しては、旧町並みコレクション第5弾からのリニューアル品だって。旧町並みコレクション何それ。旧町並みコレクションはこれかな。今俺第何弾っつったっけ旧町並みコレクション。ちょっと待ちくださいね。これに関しては、町並みコレクション第5弾からのリニューアル品か。銭湯とかにはそうです、リニューアル品か。ってことは、旧町並みコレクションの第5弾を探せばいいんだ。見つかるかわかんないけど。あった、これだ！これっすね、多分。これが旧町並みコレクション第5弾だ。町並みコレクション第5弾。駅前旅館、銀行、消防署、劇場、ビル、銭湯。で、当時のお値段がこちら。価格680円、全8種類、好評発売中。すごいビーツ。ちなみに、インナーボックスに12個入れた規制線とか8個入れないものです。改めてご了承ください。って感じで、当時発売されたやつですね。ちゃんとホームページにもラインナップ残ってるわ。すごいね。当時さ、税抜き700円で買えたやつがさ、3000円だって。バカげってる。面白い。以上。で、あとは、バスコレですね。今回、バスコレプラス、ニーリング&ステアリング機能を搭載した新シリーズ誕生。前輪タイヤは左右に曲がります。で、傾きを再現したニーリング機能も搭載、スイッチ室で再現可能。今回、第1弾として仙台、第2弾と、第1弾として、今回8種類がラインナップと。仙台、東京都、西部、名古屋、西日本、広電、新規、新姫、わかんねえ。阪急、以上、8種類。そうですね、尺は短くて済みそう。というわけで、じゃあまあいっか、阿佐海岸。こちら、今回運行開始3周年を記念して、阿佐海岸鉄道、DMV933号車、こちら製品化しますと。以上、まあ、製品化しますという感じになっております。はい、次。鉄コレの215系だよね。確か。あ、ごめんなさい、213系か。213系0番台。これ、岡山地区の車両って認識でいいんだよな。あ、そうっすね。213系0番台。国鉄の変化と車両。国鉄の変化は西の方に引き継がれ、主に瀬戸橋線の快速が連打中。2032号は岡山地区の山陽線、白尾線、赤穂線、宇野線、活躍し、一部車両の先頭改造は、ワンカイゾーなど、対策が続けて現在運用中と。本線は登場時間の先頭車両の設定性を、ワンマン改造が施行された、対策改造を受ける前の姿で線が。まあ、そんな感じ。で、走行パーツ 20m 系の TM14、走行パーツ黒色の TT03R、パンタグラフ PS16W 型1個お使いください。で、1個は、ね、予備で取っておいてくださいって感じですね。で、そして、四国の1200型。1200型は、当初は1000型増車車が2006年以降1500型との並結運転後に連結機の交換実施、同時に形式も1200型変更。現在は主に高徳線、徳島線、讃岐線、鳴門線でいくな。運行します。炭鉱から複線線の運用可能で、ワンマンツーマウンテンなど多彩な運用や改造に全車トイレが設置したことで、中長距離の運用で活躍することができます。トイレ埋められたのここかね。なんかがっつりドアが1枚半埋められてるんだけど。で、今回ね、ディーゼル車なんでね、走行パスと、動力だけになります。動力、TM16 の 20.5m9、走行パスはグレード TT04 になると。あれ、でもちょっと前にさ、四国系のディーゼルカーってなんか出なかったっけ？ごめんなさい、記憶に薄いんで申し訳ないですけど。なんか出た気がするんだけどな。これさ、鉄コレとかさ、なんか GM みたいにさ、地域ごとに出せれるとかねえのかな？無理かさ。なんか四国の鉄コレちょっと前に見た気がするんだよな。なんだろう？ちょっと待ちください。
なんか一線型が一線越えたからさ、なんか青色のやつが出た気がする。ここいつか忘れたけど。いや、ごめんなさい。今年の1月に1500型の二次車が出てるわ。緑色のやつですね。緑色の1500型の1509ってやつが出てる。あとはなんか三次車の1551。それも出てますね。やっぱ四国車出てたのは間違ってなかったのか。とは違う。平家サイトは1500の平家サイト。あ、そう、そういう感じか。ほんと、一線型の青いやつが出てたかどうか。なんか一線型がなんかでもね、青いやつっているんですよね。なんかあんまり記憶にないけど。一線型去年の9月に出てますね。1014と1041で。なるほど。やっぱり四国車出てたか。どおりでなんか、見た記憶があんな、この色かこの顔と思ったらそういうことですね。まあそんな感じの、テスコレ2種類と、まあバーナーヘネツ1種類と。さあ問題はバスコレか。どれ行く？まあ、飛ばすでいいか、めんどくせえから。飛ばす。今回バスコレプラス、シャーシの二輪&ステアリング機能がついた私の町バスコレス、バスコレの定番シリーズの登場。国内6都市と首都圏関西圏を走る、大手バス事業者系8アイテムを揃えたシリーズです。あ、これで終わりなんだ。で、飛ばすが南千住。あれってかさ、ちょっと前にさ、このバスコレシリーズってさ、進化させなかったっけ、無駄に。え、なんかさせた気がする。俺去年、今年か去年かなんか、なんか見たぞ。なんかバスコレクションに新たなやつっつって。なかったっけ？なんか進化した気がするんだけど。あ、今年の4月だ。進化してるわ。アホ。アホ。ちょっと待ってね。これさ、1年おきにさ、クソみたいなバス進化させんじゃねえっつう。今回のラインナップが、いや、ごめんなさい、これポスターで出したとか早いや。あまりにも内容薄プラスでも、なんか、何分 ?13 分か。N ゲージの動画113分って懐かしいな。昔結構さ、話短くてさ、あれだったからさ、カットカットしなくてさ、そうなったんですよ。最近話が脱線しやすくてさ、長いんで面白いですけど。ちなみに前回発売、まあ、今年の4月か。今年の4月の時は、北海道中央、飛ばす、かな中、名古屋市営だって、それが今回仙台に変わって、西部に変わったのか、かな中が。で、後半は、阪急、京都、広電、西日本。阪急、京都、広電、西日本だから、広電が、あ、違う、京都が、新規バスってやつに変わっただけか。ちなみに今回全社が、これ、いすゞのエルガミよ、わかんねえ。普通のエルガじゃねえ気がするような質問してわかんねえんだよ。この辺は多分ね、エルガミよっぽーい顔してる気がする。多分エルガミでいいと思うんだけど、どうなんだろう。前回出た飛ばすが、あ、前回は三菱通だったんだ。なるほどね。だから前回は不走発種。いや、不走発種でもねえぞ。がっつり広電これ、いすゞくせえな。あ、これ日のブルー分か。ああ、なるほどね。日のといすゞの違いがわからん。以上前回2020年発売した時の私の街バスコレクションが、これがいすゞか。あ、そうですね。この時は、あれか。北自動車に所属するいすゞのエルガが。はぁ、すごいね。たった4年で、まあ700円近く値上がって。で、今度は、たった1年で、あの、車輪曲がるよ、ステアリング可能になるよ。したら、倍、値段が倍になるよ。一個だけ言ったらか。おめえらバカが。以上、終了。ってわけで、富木区の方からね、まあ、鉄コレが2種類、プラスバスが1種類で、バスコ、まあ、なんていうのこれ、モード、まあ、なんかわかんないけど、まあ、電車もバスも走れるよってやつが出まして、なんだっけ、デュアルモードサイクルだっけ、なんかわかんないんだよな、あんまり管轄がいすぎて。なんか、デュアルモードなんとかって記憶あるんだけど、最後の1文字がわかんない。ビークルもしかしてこれ、DMV って。
本当にビークルだった。マジか、そんなもんなんだ。っていう感じなんで、はい。まあでもこれはね、確か青が発売したはずなんで、何年か前にね。これ値段は背負えてんのかな？確かね、2年ぐらい前かなんかに出たんだよな、青いやつ。なんか記憶にある。ああ、去年か。あ、ごめんなさい。今年も出てたんだ、緑バージョンが。へえ。だからまあ、約1年おきに1台ずつって感じか。誰かちゃんとレールかなんかの道路みたいなやつも付属してたんか、今までちゃんと。まあ、いいんじゃないですかね。これに関しては1年おきに値段据え置いたっていうの。これは偉いね。正直なんか、今のトミーテックならやりかねねえんだよな。ちょっと値上げることに関しては。これ値段据えてるのは偉いんじゃない？以上って感じですかね。というわけで、興味があるのがね、あった人はすいませんが、ホームページご確認ください。俺はもう疲れたんで、却下します。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。